今回は51キロから44キロ台まで痩せたダイエットルーティーンを紹介していきます。最後まで見ていただけたら嬉しいです。朝起きたら必ず体重を測るようにしています。この日ようやく45キロ台を突破することができました。朝は軽く5分から10分程度の筋トレを行います。ほんのりと汗をかく程度に体を動かしています。ランジを行うと結構体がすぐに熱くなるので一番最初に最近はやっています。二の腕を細くする筋トレはこの季節欠かすことができません。お腹痩せのための筋トレです。こちらは腰回りを引き締める体幹トレーニングです。こんな感じで自分ができる簡単な筋トレを毎朝行っています。朝ごはんはオーバーナイトオーツを食べたいと思います。いつも使ってるオートミールはこちらのプレミアムビアオートミールです。こちらをだいたい1食 30g 程度食べてます。オートミールは食物繊維やビタミン、鉄分が豊富なので朝食に食べることが多いです。こちらは前日に作っておいたオーバーナイトオーツというもので、オートミールに豆乳、ヨーグルトを混ぜてラップをして冷蔵庫で一晩寝かせます。そうするとオートミールがふにゃふにゃになってすごく食べやすくなります。バナナはむくみを取ってくれる成分カリウムが豊富なので朝に食べることがすごく多いです。消化も早いので朝のフルーツはすごくおすすめです。最後に腸内環境を整える蜂蜜をかけて完成です。それでは朝ごはんいただきます。味は問題なく美味しいです。オートミールはこうやって冷やして食べることもありますが、電子レンジでチンして温めて食べることもあります。フルーツだけじゃなく卵をかけたりしても食べれるのですごく朝ごはんとして万能な食材になっています。朝はオートミール以外にもプロテインで済ませることもあります。私がお気に入りなのはマイプロテインの抹茶ラテミルクティー味と、こちら無添加のミルク風味ホエイプロテインになっています。これを飲むことがすごく多いです。お昼ご飯はお魚を使ったワンプレートご飯を食べたいと思います。お昼ご飯はなるべくお米を食べるようにしています。私が好きなのは白米にもち麦をプラスして炊いたものです。で、いつも冷凍してるのでこれを食べたいと思います。だいたい 100g ぐらいかな。意外とお腹いっぱいになります。これを解凍します。私がよく使ってるもち麦は普通にスーパーに売ってるものです。これをお米1合に対して1袋入れています。まあこの説明通りに入れてるって感じですね。なんですけど最近は1合に対して2袋入れたりとかしていることが多いですかね。
成しました。鮭の鮭とそら豆ともち麦ご飯のワンプレートご飯です。今回はもち麦 100g を3個のおにぎりにしてちょっとボリュームを出してみました。たくさんご飯食べてるような気持ちになれる気がする。で、魚を摂ることでタンパク質が摂れるので、まあ、お昼ご飯はしっかりお米を摂って炭水化物をお昼に摂る。もち麦を加えることで食物繊維が豊富になります。ダイエットに食物繊維は本当に欠かせない栄養素なので、こう細かく摂るようにしています。魚を摂ることでタンパク質も摂取できるので、筋トレや運動をしている場合はタンパク質はねなるべくたくさん摂った方がいいので、今回魚にしました。もちろん鶏肉とかでも全然大丈夫です。で、そら豆は夏野菜なんですけど、とね、カリウムがねすごく豊富で、食物繊維も豊富ですね。ビタミンなども豊富になってます。で、カリウムが豊富な食材は体の中の余分な水分を排出してくれるので、まあ、朝食べたバナナと同様、体がむくみやすかったり体をすっきりさせたいっていう方はカリウムが含まれている食材を摂ると、こちらもダイエットにすごく効果的です。はい、ということでいただきます。きんぴらごぼうももちろんご存知の通り食物繊維豊富なので、今回レシピに入れてみました。そら豆めっちゃ美味しい。ダイエット中のお昼ご飯で大事にしていることは、朝か昼にしっかりとお米を摂ること。もちろん当たり前ですけど、エネルギーも湧かないですし、まあ、夜に暴飲暴食してしまう恐れもありますので、しっかりとご飯を食べた方が、便秘にもなりづらいですし、お米の摂りすぎは太る原因になってしまうんですけど、まあ、自分の決めた分の量はなるべく毎日摂るようにしています。もち麦は玄米の4倍の食物繊維が入っているので、本当に栄養素が高くなってます。外食するときはなるべく和食を食べるようにしていて、パスタランチとかは月に 3,4 回ぐらいかな、あったとしてもなるべく和食を心がけてます。で、Uber Eats をすることもあるんですけど、そういう時もダイエット始めてからはちゃんと和食のものを注文するようにしています。外食の時はこういった和食の定食を食べたりしています。糖質がすごく低いブランパンを使ったランチや、糖質ゼロ麺を使ったパスタなど工夫をして料理しています。ランチの後はウォーキングがてらコーヒーを買いに行きます。コーヒーやカフェラテはダイエット中も OK と自分の中でルールを決めています。1日だいたい6000歩から1万歩ぐらいウォーキングするようにしています。はい、私のおやつはこんな感じです。スターバックスのスターバックスラテトールサイズと、ナチュラルローソンに売ってるこのチョコクッキー2枚、これだけは自分的に OK ということにしております。1袋204キロカロリーです。はい、今から夜ご飯を作りたいと思います。夜ご飯は野菜を使った簡単なスープを作っていきます。体重をしっかり落としたいときは夜ご飯はお米は食べないように我慢しております。その分他の食材でお腹いっぱいにさせたいと思います。夜ご飯でもなるべくタンパク質はしっかり摂りたいので、タンパク質を含んだ食材を使って料理することが多いです。カットしたキャベツとしめじをボウルに入れて、水150、コンソメ1個、酒小さじ2、チーズ、大さじ1くらい、電子レンジで3分加熱します。一旦開けて溶き卵を加えます。これでさらに3分レンチンします。パセリをかけます。
卵、きのこ、キャベツのチーズ入りスープの完成です。では夜ご飯いただきます。まあ、本気でダイエットしたいときは夜ご飯はお米は抜くようにしてます。で、品数を増やして満腹度を上げるようにしています。で、この後運動するので8分目以下ぐらいで抑えたいなというところです。なので今回はスープと、まあ、発酵食品の納豆は腸にもいいので食べます。で、こちら、卵豆腐ですね。タンパク質が入ってます。で、お昼にも紹介したそら豆はカリウムが豊富ということで食べたいと思います。まあ、スープは食べ応えが欲しいなと思ったので、シャキシャキ感のあるキャベツ、そしてタンパク質が豊富な卵ときのこ、まあちょっとね、あんまりさっぱりしてると物足りないのでチーズを入れて、で、塩とかは入れずにコンソメだけで味付けしました。やっぱり塩分を取りすぎてしまうと食欲が増進してしまって、せっかくねこうやってダイエットしていろいろ我慢してるのにもっと食べたいっていう気持ちが強くなっちゃうので、なるべく塩分は控えるようにしています。本当に塩分を減らすだけでもだいぶ体とか顔がすっきりするので、まあ、ダイエット中にたまにキムチをね食べてる人とかネット上で見かけるんですけど、正直キムチ食べたら私だったらご飯食べたくなっちゃうし、まあ、辛いものの後は甘いもの食べたくなっちゃうし、とにかく食欲増進してしまうので、なるべく塩分控えめっていう感じで食事を作っています。で、いろいろ考えると疲れちゃうので、今日みたいにレンチンだけでできるスープとかをいろいろ調べたりしてね作って食べてます。ということでいただきます。今日は結構しっかりめなんですけど、なんかお昼いっぱい食べた時は夜プロテインだけに置き換えたりする時もあります。ただ何も取らないっていうよりは何かしらこう栄養のあるものっていうのを取るようにしています。普通のお豆腐に飽きたので卵豆腐にしてみたんですけど、めっちゃ美味しいです。ダイエットしてると必ず低体期とか便秘になってしまったりとか、そういうタイミングがねあると思うんですけど、やっぱそういう時にどう乗り越えるかっていうと、絶対に食事が欠かせないと私は思います。やっぱり食事をできる限り減らして、まあ、ある程度まで痩せることができたとしても絶対どっかのタイミングで止まっちゃうし、便秘になっちゃったりしたら結局体重も全然変化なかったりとかするので、朝昼に何を食べて夜に何を食べたら自分の体は翌日変わってくれるのかっていうのを、まあ、食べたものを記録するなりなんなりして、自分の体はこういうものを食べた時に変化があるんだっていうのをちゃんと自分自身で把握することが大切だなと私は思います。なので私は朝必ずフルーツとかオートミールとか豆乳とかそういうのを摂るようにしてるし、それはみんながみんなそれをやれば痩せるとは思ってなくて、私の体に合ってたからそういうことをしているのであって、みんなそれぞれ自分に合うものっていうのを見つけるっていうのがすごくダイエット継続していく上ですごく大切なことだと思います。ごちそうさまでした。今から1時間ちょっと時間を空けて、食べたものをちょっと消化させてから、走りに行きたいと思います。で、走った後に筋トレをして、今日はプロテインを飲んでお風呂に入りストレッチをして、今日の1日が完了という感じになります。ではこれからランニングをしに行きます。ランニングが終わったら筋トレを行います。6月に入ってから週に3回程度走るようにしていて、で、その走ったついでに30分ぐらい筋トレも行っています。普段はだいたい夜は10分ぐらいの筋トレを行ってます。体調の悪い日はやりません。調子のいい時にしっかり動くようにしております。ここからは筋トレの一部をちょっとだけ紹介していきます。夜はこんな感じの筋トレを行っています。 YouTube にも筋トレはちょくちょく投稿しているので、同じような内容があったりすると思います。ダイエットを始めた最初の頃はお腹を痩せる筋トレを中心に行ってましたが、だんだん慣れてきたので二の腕の筋トレや足の筋トレ、お尻の筋トレなど
体全体の筋トレを行うようになりました。最初からこんな風には全くできなかったので安心してください。最初は全然できませんでした。ただ継続していくうちにできることが増えていったので、まあ、日々続けているという感じです。それでもまだまだできないことがたくさんあるので、これからも続けて頑張っていこうかなと思っております。はい、筋トレが終わったらお風呂に入りたいと思います。はい、そして運動が終わったら半身浴タイムです。半身浴も、ダイエットに欠かせない習慣になってます。ここでさらに汗をかいて、体のむくみとかをすっきりさせております。お風呂でしているエクササイズとかは特にないです。普通にゆっくり使って30分ぐらい入っております。はい、筋トレの後に飲もうと思ったんですけど忘れていたので、お風呂上がりにプロテインを飲みたいと思います。はい、こちらタンパク質が 21g 入っているプロテインになります。はい、私のダイエットルーティーンすべて紹介し終わりました。私がダイエット中に毎日必ずやっていること、一つ目は筋トレ。朝でも夜でもどっちでも大丈夫です。とにかく自分ができる範囲での筋トレを行う。一番最初私は4分の筋トレから始めました。そこから少しずつ時間を増やしていって5分、7分、10分とか自分のやれる範囲で分数を増やして毎日筋トレを継続しています。そしてダイエットに本当に大事なのが食事です。朝はなるべく消化にいいものを食べる、お昼は食物繊維だったり炭水化物だったり、そういった栄養素を含んでいて、かつ自分の好きなものをしっかりとお昼に食べるのが大事です。夜は満腹まで食べるというよりは、8分目5分目あたりで抑えられるような量にするっていうのもすごく大事かなと思います。間食に関しては17時より前に済ませる。夜ご飯の後にしていい間食はプロテインかヨーグルトだけで私は決めています。たまにはね全然いいと思うんですけど、特に45キロから44キロになるまでの間なかなか体重が減らなかったんですけど、その間は夜の間食とか一切しなかったです。飲み物に関してはお水かお茶、ジュースはあんまり飲むことはなかったです。あとはコーヒー、カフェラテ、この辺は飲んでいました。食事に関してもう一つ大事なことが、塩分を摂りすぎないっていうのがすごく大事になってきます。塩分を摂ってしまうと体に水分を溜め込んでしまってむくんでしまうっていう現象が起きてしまうのと、
もう一つは食欲増進してしまうっていうのがあるので、ダイエットにいいことはちょっとあんまりないかなって私は思っていて、まあ、塩分の取りすぎをやめるだけでもだいぶ体に変化があると思うので、ちょっとそこは気をつけたいポイントかなと思います。あと食事に関して言うと結構他にもいろいろあるんですけど、タンパク質をしっかりとるっていうのも大事で、だいたい1日タンパク質は 60g 程度とるっていうのを意識していて、取れない日ももちろんあるんですけど、なるべくとるようにしています。痩せやすい体を作るために筋肉を育てる、そのためにはタンパク質が必要なので、鶏肉だったりお魚だったりキノコ、お豆腐、あとは足りない分はプロテインで補うっていうのを、まあ日常的にやるっていうのを心がけてます。質問にもよくあるんですけど、生理の日は、まあ、どんな風にダイエットしてますかっていうのもあるんですけど、生理の日は無理して運動したりとか絶対に食べないとかそういう強い意志は持たずに、逆に生理の日は、まあ、ダイエットを休む期間って考えて無理はせずに過ごすようにしています。ただ生理が終わった直後っていうのは痩せやすい体になっているので、いつも以上に運動したりとかちょっと食事を控えたりとか、そういう風に自分の体の様子を見ながらダイエットをしています。あと毎日やってることとしては半身浴は絶対にするようにしています。まあ少しでも体の毒素を出すっていう意味とか、むくみが取れたりとか、こう体のすっきりした感じっていうんですかね、まあそういった見た目の変化がね、やっぱりお風呂にしっかり使っているとあるなって感じるので、入るようにしています。で体重は必ず朝起きたら測るようにしていて、服も全部脱いだ状態で測っています。で体重を測るのは、毎回同じタイミング朝起きた時に必ず測るとか、そうやって決めた方が、まあ、当たり前ですけど自分の体重が正確に分かるので、朝必ず測るようにしています。はい、あとモチベーション維持についてすごい質問があるんですけれども、まあ、私も毎日毎日ダイエットのこと考えていては疲れてしまうので、休む時は休む、でもこの1週間は頑張るとか、自分で短い期間を設定するっていうのが大事かなと思います。で私もダイエット始めた時はとりあえず1ヶ月だけ頑張ろうって決めて、1ヶ月頭の中をダイエット一色にして、食べるものとか、まあ、たくさん歩いたりとか、そういうことを心がけて生活していて、最初は、まあ、2ヶ月、3ヶ月、半年先のことなんて、まあ、想像もできなかったですし、まあ、半年間もダイエットするなんて嫌だっていう気持ちの方がもちろん強かったので、短い期間を自分の中で設定して、ここまでとりあえず頑張ろうって思うのがモチベーションを保つ一番のコツかなと私は思います。それがもちろん3日でもいいですし1週間でもいいと思います。やっちゃえば意外とあっという間だし、体もだんだん慣れてくると思うので、とにかくやり続けるっていうのが大切かなと思います。あとは痩せた後どんな理想の自分になりたいかっていうのもしっかりね考えておくといいかなと思います。私の場合は今もまだクリアできてないんですけど、まあ、ノースリーブの洋服を着て堂々と街を歩くとか、まあ、短いスカートを履くとか、ショーパンを履くとか、まあ、水着を着てどっかお出かけするとか、なんかそういった痩せた後の理想の自分の姿っていうのをちょっとでも想像すると頑張りやすいかなと思います。まあ、季節もちょうど夏なのでそういったイメージはしやすいかなと思うんですけど、すぐに結果が出るものじゃないので、まあ、途中でモチベーションが下がっちゃうこともあると思うんですけど、まあ本当一時の我慢って言ったら、まあ、ちょっと辛いかもしれないんですけど、私の場合は結構寝る前にお菓子を食べたりとかお酒を飲んだりとか、結構間食によって太ってしまったタイプなんですよ。でもちろん運動不足もありますし、年齢とともにこう脂肪がつきやすくなって痩せにくい体になってしまうっていうのもあるので、いろんなね状況が重なって体重が増えてしまったっていうのはあるんですけど、まあ、そういった自覚症状があったので夜の間食をやめる、寝る前のお酒をやめる、
運動不足だったので、なるべく歩くようにする。1週間に3回ぐらいはランニングしてみるとか、やっぱ何で太ったのかっていう自分の原因をちゃんとノートに書くなり、こう思い出して振り返ってみて、自分はこういうことをしてしまっていたから太ったんじゃないかと自分で一度改めて考えてみて、だったらこれをやめようって一つずつクリアしてって、そういったことの積み重ねでちょっとずつ痩せていくことができると思うので、まあ無理に生活を全部変えるとかじゃなくて、そう、これが言いたかったことはこれだ。何かを始めるっていうよりは何かをやめることから始めるっていうのが大切だと思います。自分はこれが原因で太ってしまってるなって思い当たることがあるんだとしたら、その行動を一つやめてみる。今日から走ろうとか、明日から1日1000キロカロリー以内に抑えようとか、そういう無理をするっていうよりは何かをやめるっていうところから積み重ねてみると、すごくダイエットが続きやすくなるんじゃないかなと思います。はい、ということで、いろいろね、長く説明しちゃったんですけど、まあ説明したんですけど説明しきれてないこともたくさんあって、本当にダイエットって奥が深いなと思うので、まあこれからもね、定期的にこういったことは発信していきたいなと思ってはいます。で、まあ、私は専門家でも何でもなく、本当に個人的にね、こうどうやったら痩せるかなっていうことで、まあ痩せる方法についていろいろ調べたり、食品の栄養素だったりとか、まあプロテインの効果効能だったりとか、こういう筋トレしたらここに効くとか、自分で全部調べて発信しているので、あくまで専門家じゃなくて自分で実践して本当に良かったものを動画で発信しているという形になるので、私と同じようにやっても痩せない人もいるかもしれないし、逆に私の動画を見て10キロ痩せましたとかいう声も結構毎日のように聞くので、まあ、人それぞれその痩せるスピードとかその痩せる幅っていうのはあると思うので、まあ、焦らず自分のペースで、できる限り継続していくことが大切だと思うので、一緒にねこれからも頑張っていけたらいいなと思います。はい、ということで今日はダイエットルーティーンの紹介でした。で、私寝る時間は結構遅くて夜中のまあ1時2時とかは当たり前っていう感じなので、ちょっとそこはねあんまり参考にしないでください、はい、なるべく早く寝て、早く起きてたくさん動いて、朝昼にしっかり食べて夜は控えめにする。もう本当にそれが一番だと思うので、一緒に頑張っていきましょう。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画も見てください。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。インスタグラムやツイッターの更新も毎日行っているので、フォローしていただけたらすごく嬉しいです。それではまた見てください。